はい、では始めさせていただきます。教育プログラムの概要ということでお話しさせていただきます。まずこのプログラムどういうものか、マスター1年から20名、M2 以上 5名から10名を集めて行う特別プログラムというふうになっておりまして、皆さんそれぞれの、研究科学院に所属しながら学ぶというわけですよね。イメージとしてこんな感じで、それぞれの学生さんはそれぞれのところから集まってくる。ですので僕ら教員が何か教えるというだけじゃなくて、皆さんの学生同士でいろいろ議論するところ、分野の違う学生で議論するところ、そこが実は重要だったりするというわけであります。で、センター教員の紹介を簡単にしましょう。そのためには人間知能 AI 研究センターって言ってるこの3つがこう重なっているというところが大事でして、そこをカバーするように教員を集めているわけであります。こんな感じでありまして、私吉田が脳科学であります。それから AI 担当の、飯塚さんもいれば、人文社会科学の田口センター長もいて、宮原さん、鈴木さんという感じで専任教員がいます。さらに、コアメンバー教員として、チェーンに所属するのではなくて別のところに所属している教員の方もこの教育に参画しております。で、この辺で、の間で、共同研究を我々も、チェーンとしてもしてたりするというわけです。実際のリストとしてはこんな感じになっています。この辺について詳しいことは募集要項に載ってますんで、見てみてください。で、チェーンに来たら何がいいことあるの？どういうニーズに応えられますか？まずはこんな感じで言いたい。例えば心理学の人が来て、もっと計算モデルとかそういうことを学びたいんだけど、どうすればいいだろうかっていうような人は、チェーンの中でベージアンモデリング入門という科目があります。それから社会科学の人、社会科学の人もやっぱりそうだな、モデリングの話ですね。で、今度は情報科学の人が脳のことを知りたい、もしくはもっと情報科学の問題と哲学とかそういうのとつなげて考えたいっていうような時には、やっぱりチェーンが役に立ちます。生命科学、脳の研究している人が意識のことを知りたいんだけど、そういう人は ぜひ僕の意識の科学にも履修してください。そんな感じで学ぶことができるようになっています。で、もう少し抽象的に、どういうメリットがあるか、チェーンを履修することによって文系や理系の垣根を越えたこう研究に取り組む力というものが必要になってきている。そういうことのための能力を持つこと、そしてこの皆さんの学生同士でのつながりという人間関係を構築することができるというところが、メリットとなると思います。で、これは将来的にはこういう、まだチェーン始まったばっかりです。皆さん5期生ですけれども、修了証書を取ってチェーンで学びましたということ自体が、将来的に売りになっていくんではないかなというふうに言いたいんですけど、まだまだ始まったばっかりです。でもそういうことが期待されます。あと、もっとぶっちゃけた話しますと、学部だけじゃなくて、そういう学際的な活動に従事しているということは、皆さん、奨学金取ったりするところで、プラスになります。昨年度まで、北海道の、北大では DX 博士人材フェローシップっていうのがありまして、博士の3年間、サポートしてもらえるというやつがあります。実は、それに応募するときにはですね、チェーンに参加していると、それだけで6点加点がつくというわけです。最高得点です。ということで、そういう意味でもメリットありますよというわけです。このフェローシップは昨年度で終了したんですけど、今年度は EX フェローシップっていうのが始まります。おそらくこれでも同様のメリットがあると思います。ぜひですんで、独体行動する人はチェーン、そういう意味でも役立てていただければと思います。で、講義演習で、実際どういう教育やってるのということですけれども、3つの柱があります。コースワーク、サマースクール、インタースクール、インターンシップ、この3つを学んでほしいというわけであります。コースワークのところは、講義や演習があって、で、サマースクール、インタースクール、これは集中講義であります。ここが、一番チェーンらしい活動になると思います。で、それを学んだ後、このインターンシップ、皆さんそれぞれ、企業に行ったり、国内留学したりとか、そういうものを単位として認定するということをします。この3つを行うと、チェーンとしての修了証書を取ることができるという、そういうシステムになっています。コー
コースワークのところの話をしましょう。2年地上論1と2があって、1の方は、こんな感じの学際的な講義を行います。今日これのあと模擬講義ということで、私が、これまでやってる講義の、短縮版みたいなお話をします。時間あったらぜひ聞いてください。で、動画とかでも見れます。 YouTube に置いてあります。で、人間知序論2というのは秋の方にありますけれども、そちらはその皆さんが自分らのがやってる研究とかをお互いにこう議論し合う、そうすることによって分野の違う人に説明するだけじゃなくて、分野の違う人とのアイデアを出して一緒にじゃあ共同研究してみようかとか、そういうアイデアを出すという、そういう、こう演習になってます。で、他で講義としてこういう選択科目もありますので、ぜひどうぞというわけです。で、サマースクール、ウィンタースクールは、集中講義で、アクティブラーニング的なやつですね。月火水木金の集中講義で夏休みと冬休みにありまして、講義を聞くだけじゃなくて、それをもとにディスカッションして、こんな感じの質問票を作ったりして最終日にプレゼンするという、そういうような感じのことをやってます。売りとしてはですね、テーマがやっぱり学際的なんです。身体性だったり、情動だったり、心の進化だったりという、そういうような、他の学部とかではなかなかないようなテーマをずっとやってきております。今年の夏 のサマースクールのテーマずっとすでに決まっておりまして、リハビリテーションと身体性ということでやっております。そうだ、リハビリテーションってだから、医療の話だけじゃないわけですよね。どう自分の体をこう操るかみたいな意味での身体性が重要になる、そういうような話がこの今度のサマースクールでは重要な主題となってくると思います。はい。で、インターンシップのところでは、インターンシップに関しては企業だったり国内だったり、そういうのに関する活動をしてもらったものを報告してもらって、それを認定するという形でやりますけども、実際に今までこういうさまざまなものがあります。例えばそのチェインの院生同士で共同研究をして、それで発表しました。これで単位を認定されたかと思います。はい。で、こういうものを元にして単位を認定して修了証書を授与というふうになります。ここに具体的にどんな感じで履修していくかというのがありますけれども、マスター1年から始める方は多分コースワークのところ、講義とかは、マスターのうちに終えて、で、ドクターのうちにそのサマースクールやウィンタースクールにポツポツ行く、そこだけ集中していけばいいという感じでいけると思います。ドクターから DH からの人も忙しいですけども、できなかないという、そんな感じになってます。で、実際にこれは、課程を終了して、昨年、2022年度に 1名で、昨年度 6名の方がこの終了証書を授与されました。こちらはこの間3月29日の授与式での行った時ですけど、6名の方が授与されました。で、その方たちに皆さんチェーンを履修してよかったですかということで、いろいろコメントもらいましたけれども、例えば文学院の方、さまざまな分野の研究者との交流の場があったのであった。情報科学院の方、この方は自分の博士論文のテーマにもそれが影響したと、学位取得のための大きな足がかりになったというわけです。この方マテリアルのことをやってた人なんだけども、もっとその情報的な方に移っていったというわけです。文学院の方、この方はそのチェーン で集まったグループで実際に研究助成を獲得するというようなことができましたよ。それから農学院の方、ここでの交流をもとにしてアカデミアに進むことを決めるきっかけになりましたみたいな感じで、さまざまな メリットがあるということが言えるんではないでしょうか。チェーンでの活動についてお話しましょう。で、という感じで、言いましたけども、でも皆さん自分の所属するところ の研究がまず第一で、そっちが大変だと思うんですよ。ということで、そんなに無理がないようにカリキュラムが組まれています。1年目多分おそらくここで入ったとするならば、先ほどの人間知序論1というオムニバス講義と、それから人間知序論2という演習があります。これは夜に火曜日の6限にありますので、昼は所属するところでの仕事をした後にここのに参加してもらう。で、サマースクールとウィンタースクール5日間集中という感じなんで、そんなに拘束時間はないようになって、
まあ、そういうことで、まあ、無理なく学習を進めることができるようにデザインされています。ちなみに、火曜6限となってますけれども、例えばラボのセミナーとかとぶつかるという人は、次の、毎年火曜日と水曜日と変えてるんで、ぶつかっちゃうって人は、次の年にやると、受講するというのもありです。間違えた、これは ありがとうございます。これは水曜6限ですね。こっちが水曜6限ってことは、こっちも水曜6限です。つうことは、いいのか、大丈夫です。それから、というわけで、最小限、今の、の、イベント、講義に参加するというやり方もできますし、もっともっとどんどんチェーンにコミットしてもらうというやり方もできます。例えばさ、チェーンセミナーというのが定期的に行われております。 YouTube にこれまでの録画とかもあるんで、見てみてください。ぜひ、どういうのが面白い、どういうことが面白いトピックなのかとかいうのが分かるかと思います。で、秋合宿をやったこともあれば、学生でランチセミナーということで、定期的にお昼にセミナーやったりとかいうようなこともしてます。先ほど話しましたけども、自主的な共同研究、チェーンに所属する院生が研究計画で助成金を取ってる、これは院生ですので、他の競争相手とか、なんか大学の教員とかなんですよ。そこのところで院生が300万取っちゃったっていう、快挙なんですけども、これなんかもまさにチェーンでの、やったことの成果であります。AI 的な話と責任概念とか、そういうのをつなげるという、そういう話であります。で、いろいろ言いましたけども、でチェーンって結局どこにあるのと、文学部じゃない、生まれは文学部なんですけども、別のところにいます。どこにいるんですか我々は、という言いますと、講義とかここの人文社会のところでやりますけども、我々が実際にいるのは中央キャンパス総合研究棟2号館というところです。隣に薬学部があって、セイコーマートがあって、あの間、あそこのところ、雪の山があるところであります。あそこのところに我々の教員がいて、こんな感じのセミナー、実施セミナーやったりするという、そういう場所があります。ですので、チェーンにコミットしたいという人は、うちに来てこういうのに参加してもらうということをぜひしていただければと思います。チェーンを履修するには、まず正規学生として所属していることが重要で、ここは意欲の話なんで、意欲がある人が望ましいということであります。で、スケジュール、すでにもう申し込み、履修の申し込み開始しています。今週の月曜、あ、間違い、今週の金曜日、週末12日18時が履修申し込みの締め切りとなっています。で、次の週に結果が通知されます。チェーンを履修しないと、もう、チェーンに入らないと履修できないような科目とかがあって、その締め切り、それぞれの所属する学院の締め切りとぶつかるというような可能性のある人もいるかもしれないです。そういう時はもう、あらかじめもう履修だけしちゃって、履修だけしちゃっておいてください、皆さんの方で。で、今のところちょっと分かりにくい。お願いします。補足お願いします。マイクが。こちらで。各学院の、科目の履修締め切りっていうのがあると思うんですよね。履修登録の締め切り。で、その履修登録の締め切りの方が、このチェーンの、選考結果の通知よりも先に来ちゃうという人は、先にもうチェーンの科目取っちゃっていいです。履修しちゃっていいです。で、もし万一チェーンの方落ちちゃったということになったら、後で取り消しできますので、だけど、基本的にもうこのチェーンの方も通るつもりで、先に履修しちゃっても大丈夫ですということですね。必修科目とかなんですけど。補足ありがとうございます。そう言いたかったです。それで、申し込みですけれども、このチェーンのウェブサイト、このページに飛んでください。そちらからに全ての情報が載ってます。で、このページのところにからリンクで、申し込みフォームがあります。こんな感じのものがあります。ポイントとしては、皆さんの
人数が多いときには先行します。先ほど言ったように定員があります。で、M1 20人の M2 以上が5から10名というのになってますんで、それ以上の場合には先行を行います。そこで判断基準となるのは、ここに書いていただくことです。ここの部分にはどういう理由で死亡しましたかとか、そういうことを聞くところがあります。ですんで、締め切りギリギリじゃなくて、文章をちょっと練るような時間を持っておいてください。ポイントとしては、我々としてはそのチェインを有効に活用してくれる人にこそチェインに入ってきてほしいというわけであります。そういう意味で、なんつうかビジョンというか、こういう感じで自分はチェインに入りたいと思っていて、こうやって役に立てられると思いますというようなことをアピールしてもらえるといいんではないかと思います。はい。で、質問タイムとなります。詳しいことはこの募集要項をご覧ください。でもって、募集要項の中に Q&A みたいなのがありますけれども、今ここのところではこれに、ね、の同じ質問あるかもとかいうことは気にしなくていいんで、このタイミングで質問していただければと思います。はい、以上です。何かありましたらお願いします。いかがでしょうか。はい、どうぞ。マイクお願いします。オンラインの方も質問ありましたらば。今年の時間割はどこで見れますか？今年の時間割は、まずこの、それぞれのシラバスを見てもらう、シラバスで確認してもらうことになりますけれども、募集要項自体に、今年度の講義の時間とかの情報があります。ですので、それを見てもらって、でそれぞれの科目のシラバスを確認してもらって、どういう講義なのか、何時から始まるのかということを確認してもらうというのが間違いないというふうに思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、他いかがでしょうか。考えてる間によく聞かれる質問としまして、ドクターにまで行くと、ドクター3年で博士号を取るタイミングで修了証書を授与するというふうなにチェインの方はなってるんですけども、そうすると質問としては、自分はマスターで就職するかもしれない、でもそういう場合でもチェインに入って大丈夫なんですかというのはありますけど、全然 OK です。皆さんがマスターの方、博士に行くかどうか、この時点で決まってない人も多いと思うんですよ。別にそこは問題じゃない。そういう人だから選ばないという、そういうようなことはありません。我々としてはあくまでもチェインを使ってもらえるというような、そこの部分を選考の理由には入れておりませんので、安心してぜひ申し込んでください。どうぞどうぞ。北大と連携していない海外の大学での研究留学はここではできますか？ここでは、チェインを利用してできますかね？そうですね、チェインはあくまでも、先ほどのインターンシップの単位を取るところなんかは、そういう連携してないものとかも全部認定します。ですので大丈夫なんですけども、我々の方で何かそれを斡旋するみたいな感じのことはできないので、ご自分で動いてもらう必要があるということになります。ありがとうございます。ありがとうございます。実際、我々の方、チェーン自体が連携している企業とかがありますので、そういうところに紹介するみたいなのはありますけれども、ほとんどの、これまでのインターンシップの単位を取っている方というのは、自分の進路に関連するところで、企業に行ったりとか、留学さ、国内留学、国外留学先に行ったとき、それを後で認定すると。いうことを行っています。認定って言ってるのは正確には何かって言っておると、どういうことを学んだかっていうことを発表してもらう、発表会みたいなのを15分間のプレゼンをしてもらうということをします。それをしてもらうと単位が取れるという、そういう形になってます。はい、ありがとうございます。今チャットの方に質問があって、例年サマースクールの時期に学会が開催されるのですが、プラットフォームラーニングの履修がウィンタースクールばかりになっても問題ないのでしょうかという質問です。
これはお答えとしては問題ないというお答えになりますけど、もし可能であればサマースクールの時期もですね、結構いろいろずれますので、可能であればどっかで参加してもらうと。だけど無理であれば、ウィンタースクールばっかりでも問題ありません。おはい。答えになります。ちなみに、ね、サよろマースしクールは日本語で、ウィンタースクールは英語となります。ですんで、ウィンタースクールの方が難易度が高いんですね。英語の講義を聞いて、英語で発表するみたいなところがあるんで、ですんで逆に、サマースクールだけでいいですかって聞かれることもありますけども、それもありです。なるだけ頑張って英語を使う機会にしてほしいですけども、我々の単位としてはサマースクール、ウィンタースクール、どっちでもいいから、トータル4回、受講してもらうと、修了証書の要因を満たします。こんなところでしょうか。オンラインで他になければ、こちらで、もう時間もオーバーしてますんで、終了としたいと思います。では皆さん、ご参加いただきありがとうございます。引き続き、私、吉田の方から模擬講義がありますんで、興味のある方はぜひ参加してください。